愛知県立維新高等学校校渉愛知県立維新高等学校は愛知県名古屋市港区維新町2-262に所在する県立高等学校である1925年愛知県維新中学校として開校した1948年に学生改革により男女共学の愛知県立維新高等学校となる1969年の 名古屋市電子物一式線の廃止後は、最寄りの公共交通機関が、市営バスだけになり、アクセスが悪くなった。コレノブの名称は、現在の本校所在地周辺の土地区画事業を推進した、服部善之助の意味名であるコレノブにちなんでいると、されている。高校敷地は、ヒイラギの池垣で囲まれており、交渉はそのヒイラギの葉をモチーフにしている。 近隣の新高高校では厳しい校風を持つ者が多い中、本校は高速も比較的厳しくなく穏やかな校風である。9月に行われる学校祭はヒーラギ祭りと呼ばれ、1から3年生の系列と呼ばれる縦割りチームで得点が争われる。体育祭や球技大会、模擬展、アーチ制作、エール、ガーデン、オンステージなどの全ての分野が得点化される。 生徒たちが入賞を目標に、4月の時点から優勝を目指して、その準備に取り掛かっているヒイラギ祭りは、同校最大のビッグイベントでもあり、上級生から下級生への伝統の継承の場ともなっている。ヒイラギ祭りの運営、原案から最速制定に至るまでは、生徒会が中心となり、生徒会の夏合宿、大議会やイベント長会議などを通して、 系列側と対立をしながらも意見を集約し、生徒自身の手でヒーラギ祭りは作られている。昨年度では来場者に分かりやすくするため、ガーデン、アーチは解明しようと発案され、令和元年度現在、ガーデンは変更なし、アーチアートに変更された。ありがとうございます。